can continue from a previously saved game. なめくせにやってきたごはんたちであったが、ついて早々に自分たちのほかにドラゴンボールを集めている邪悪なフリーザ一味と遭遇する。フリーザのあまりに強大なパワーに、ごはんたちは同じくドラゴンボールを求めてやってきたベジータと手を組むことを余儀なくされたのである。一方その頃、ベジータとの戦いの傷も癒えた悟空は、ブルマの父親に作ってもらった人工重力装置付きの宇宙船に乗り込み、激しい修行をしながらナメック星へと急いでいた。ベジータたちの度重なる妨害に怒り心頭のフリーザ。フリーザはついに親衛隊であるギニュー特戦隊を呼び寄せたのであった。強大な力を持ったギニュー特戦隊、そしてフリーザに果たしてゴハンたちは勝利することができるのか。そして ベジータちゃん、今度は俺たちの番だよ。
義乳特戦隊リクーマー、トア！ち、舐めやがって。なかなかいい、思っているやるじゃないの、ベジータちゃん。ダメージを受けてやがらねえ化け物め、ちくしょう、これほどまでとは。何かが近づいてくる。凄まじい戦闘力、フリーザだ。どうしたんだこれは。この星に夜はないはず。ドラゴンボールがなくなっている。カカロットの息子も消えている。くそもこのベジータ様を出し抜きやがったな。許さんぞ。待って、まだ願いはあと一つ叶えられるんです。そいつを聞いて安心したぜ。さあこの俺を不老不死にしろ。早くしろフリーザは。そこまで。
許さん、絶対に許さんぞ、虫けらず。じわじわとなぶり殺しにしてくれる。やってみやがれ。今の俺がそう簡単にやられると思ったら大間違いだぞ。なるほど、まんざらでたらめばかりではなさそうですね。変身しろ、フリーザー。どうせなら今すぐ変身して正体を見せたらどうだ。貴様も分かっただろう。俺たちサイヤ人は死の淵から復活した時に強さが増すことが。さっさと半殺しにしろ、フリーザが真の姿になる前に。大サービスでご覧に入れましょう、私の真の姿を。今のうちなら間に合う。早くやれ。ケンデ、頼む。ベジータを直してやって。
フリーザでも何でも来やがれ。俺はたった今スーパーサイヤ人になったんだ。見せてやるぜ、フリーザ。ここにいるのが貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。相変わらず冗談きついね。はっきり言ってそんな程度ではこの僕にはとても勝てないよ。バカな、俺にはこれが限界だというのか。俺は舐め癖のシェンロンであるポルンガの願いによって地球に戻ってきたご飯たち。だが悟空はフリーザとの決着をつけるため一人ナメック星に残っていた。悟空とフリーザの壮絶な戦いの影響でナメック星は崩壊。悟空が死んでしまったと思っているブルマたちはポルンガに悟空を生き返らせてもらおうとする。しかしポルンガはその願いを拒否した。なんと悟空は生きていた。自力で帰ってくるとポルンガを通じて伝えた悟空。死んでいた仲間たちを生き返らせ、ご飯たちは悟空が帰ってくる日を楽しみに待つのであった。